ということでみんな、くさやじ34歳になりました。ということで、コメント欄にね、めちゃくちゃお誕生日おめでとうのね、コメントが来てんの。ほんとみんな優しいね、そういうところ大好き。ということでみんな、愛してるぜ。一発マリオ世界一強いブンブン書いてくれ。脳筋ブンさんのコース行ってみよう。脳筋ブンさんを一体倒せからゴールということで、無理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 。それは無理だろ。普通に行ったとしてさ、え、あ、行けんのかい、ちょっと待って。行ける行ける。ただ、あ、もしかしてタイミングが必要、多分普通に行くとダメなんだよな。みんなこれよく見ると脳筋ブンさんがジャンプのタイミング測ってんだ、見てね。少々、大大、少々、大大、少々、みたいな感じで、大ジャンプ、大ジャンプ、小ジャンプ、小ジャンプってやってから、小ジャンプした瞬間に俺が行くことによって、大ジャンプとタイミング合わせることができれば、こうやって帰ってくることができるから、それでなんとか、大大、少々、大大、少々のタイミングで、一回、よし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 、こう感じく、あと一発だよな。これでなんとかやっていけば、それは聞いてない。ちょっと待って、それは、ははは。嘘でしょ。それ聞いてないんですけど。みんな2発来たぞ。あと1発、あと1発。このタイミングマジでわかんない。これどこを狙えばいいの。こいつが、あと腕を打った瞬間に、この後、あーしゃ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 、気持ちよすぎな。草人チャンネル。マリオのおならが止まらない。急げ、間に合い、トイレ、レッツゴーということで、どういうことだ。トイレのサムネじゃねえか。最初猫で飛びつきシャーしたらそのまま放置。意味がわかる。シャーとおしっこのシャーかけてんのかな。トイレを再現したコースって、よく意味がわからん。な、何それ。トイレを再現したコースって何。漏れる点々点。ここシャーしろって書いてあったのね。これでシャーしてずっと下まで行きますよな。え、ちょっと待って、これどうしかってさ、今猫が兵してる状態ってこと？おー。なあ、しょうもねえ。うんちの絵が描いてある。おならしてんだ、確かに。なんか谷間の間に浮き出が絵が出てきてるよ。これで、ゴーを、ゴートイレ、こっからトイレに行くってこと？これなんで用意されたこと、意味あんのか。今おならしまくってんだ、そしてマリオがよ。猫マリオがクソを垂らしてるんですけど、ここでようやく、トイレに行く。これは何を再現してた？今どこ？トイレ行くのになんかものすごいアクロバティックなんですけど、あ、男子便所と女子便所ってことか。じゃ、まずは男子便所から行ってみますか。こっちの男子便所は何が違うのかよくわかんないけど、とりあえず男子便所に入りまして、ここは男子便所でございます。漏れた？何それ？漏れたエンドってこと？え、これで終わり？おし、うんち漏れちゃって終わりってこと？クリボーいいのかい？そして。何のためにうんちからクリボー出てきた。寄生虫いいんじゃねえか、俺のうんちを。じ？あ、じになっちゃったってこと？じ、エンド、誰がうまいこと言えと言ったー。はい、ということで今度は女子便所の方入っていきたいと思う。あれ、もしかして任天堂のゲームで女子便所を見させていただけるんですね。グエだー、何が、ちょっと待って、お前ら女子じゃねえだろ、ちょっと待って。おかしいおかしいおかしい。女子便所に変なやつ混じってるって。なんでこいつらいんだ、おかしいだろうがよ。この女子便所覗きたいおっさんたちどうやればいいんだ、こいつらさ、めちゃくちゃ倒していかなきゃいけないみたいな感じで、うわ、ちょっと待って。これマジで無理じゃねえか。くっそきついんですけど。ジャンプからのファイヤー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 しまくるファイヤーしまくる。オッケー、この、あ、いけそう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 。いや、いけんな、これ。だいぶいけるぞ、だいぶいけるぞ。だいぶ来てるぞ。いけ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 。しかも猫ちゃん来た。ここで猫ちゃんはでかいぞ。ここで猫ちゃんでかい。うわ、いけるな、今回いける。よしよし、でもさ、なんか、なんとなくてか、なんとなくどころかさ、なんか、女子便所の覗きたいとか、なんか結構捕まったりする人とかたまにニュースで見たりするけどさ、心理がわかんなくない？な、便所覗いて何に興奮するのな。人の排泄見て何に興奮するのな。どこがいいの？ちょっとよくわかんないです。ごめんなさい。そら辺詳しい人でいたらよかったら教えてください。僕に良さを教えてください。お願いします。オッケー。これまだか、え、ちょっと待って、これさ、倒したところでじゃん。何をすりゃいいんだ？あ、上に行かなきゃいけなかったんかな？みんなちょっとまずいことが起きた。さっきのね、この小西くんのコースなんだけどね、プレイしてたら途中でコースなくなったんだよね。やりたかったのに多分ブロックされた。下ネタすぎておそらくに、任天堂に削除されたっぽい。うわ、女子トイレの続き気になるんですけど。草人チャンネル。無限生成される放題の足場の折り継ぎ一段ということで、こちらコース行ってみよう。一回地面考えたら着地したいところということでやっていきたいと思います。え、これさ、ジャンプ、あ、じゃあジャンプしなきゃいけない。クリボーいかんからジャンプしなきゃいけない。こういう感じで放題乗りながらなんとか着地せずにクリアしろって。あ、でも、
そんな難しくねえぞこれ。え、めっちゃ楽じゃん、ほら。え、クソ簡単なんですけど、え、これでクリア率 7% ぐらい。じゃあ 0.7% だけ。0.7% ぐらいでしょ。マジで言ってる。え、一発でクリアできるぞ。世の中の人たち、どうしちゃったのかな、草人が。はい、みんなも一緒に。うますぎたのかな。あ、マジでいける、マジでいける。マジでいける。なあ、これさ、ちなみに、このショートカット、やっぱりちゃんと用意されてます。どういう感じのコースになってるんでございます。とんでもねえ。でもすごいね。ちゃんとさ、条件達成されないのに、しっかりと仕掛け用意されてあったり、素晴らしい神コース。これさ、今回黒だけだけどさ、赤とか混ぜたらどういう感じのコースになるだろうね。それもそれで見てみて。あ、でも、案外ちょっと難しすぎんのかな。いや、多分ね、この制作者のことだからね、そんくらいのアイデア簡単に思いついてるはずだと思うんだよね。でも、やらないってことは、おそらく多分ね、コースやるって、俺全然見えないんですけどね。今どこいんだよ、死んだんかーい。止まらず出す、止まらず出す、止まらず、絶対取らない、絶対取らない。このまま突っ走る、突っ走る作戦、突っ走る作戦、突っ走る作戦。で、ここに来たらちょっと停滞しなきゃいけないな。階段突っ走る。草人チャンネル。マリメ開発、スピランと全自動が同時に楽しめる最強高速で、音楽が流れてる間はスピードラン、止まってる間は全自動になる。マジで言ってんのか。ちょっと待ってね。音量を大きくしていただきたいと思います。スピランと全自動が同時に楽しめる高速でやってきたと思うんですけど、なんかね、BGM が流れてる間はスピランで、消えたら全自動らしいんだけど、とりあえず、俺が喋ってからね、よくわかんないんだよね、BGM。あ、ここか。あ、BGM 消えたね。こっから全自動になるから、俺が何も押さない方がいいってことだね。で、この後にもう一回 BGM が、流れて、今流れてる。流れてるの俺が、ちょっと一回ね、喋るのやめねえとよくわかんねえな。とりあえずこれで、何をしてんだ。ここでパン持った後にスピンしてこの後投げろってことだから、こうやるってやることに、オッケーオッケーオッケー。こういう感じで、あー、こっち全自動な。いや、全自動俺がしゃ、喋んなくてな。俺が黙んなくてもいいんだな。演奏コースとかじゃないから別に俺が黙る必要ねえんだな。なんか全自動で音楽止まるから俺まで喋んちゃいけないとか、自分ルールなぜ発動してたんですけど、今な。なんだ今の。よくわかって、ここで Z としまって。え、なにこれ。全自動、ここ全自動、全自動だ、全自動。あ、こっからは全自動じゃねえんだよな。よく、なんかよくわかんなかったけど、いや、とりあえず成功せた。オッケー、これで扉に入りましたら、え、ま、あ、こっからまた普通にやっていきますね、ワン。あ、ま、ちょ、毎回全、また全自動だから黙っちゃったな。またやっちゃったな。なんだこの修正は。ありがとう、センキュー。草人チャンネル。勢ぞろい禁止メドレー。勢ぞろい禁止メドレーってことで、いろんな禁止が集まってる高速なんだけど、まずは左向き禁止高速だな。ってことでやっていきたいと思います。初っ端は、とりあえず左向いてはいけないコースで、だんだん多分ね、コインを取ったらいけないとかね、アイテムを取ったらいけないみたいなね、そういういろんな取ったらいけないとかやったらいけないみたいな、禁止コースが混ざってるコースだと思うんだけど、これはとりあえず、あそこの四角に入るタイミングで、ジャンプしてって届かない。これさ、枠行くまで待たんくてもさ、あ、でも、OK、OK、OK、上手にできた、上手にできた。これは普通に下でいいんだよな。OK、とりあえず、この辺で多分、ね、左向き禁止は終わる気がするんだよね。やっぱりそうだよな。音符禁止ってことは、二つ目は音符禁止でございますということで、これ今左向いていいんだよな。オッケーオッケー。さっきの名残あるよーね。左向いてあったらダメかと思っちまったじゃねえか。うわ、これエグくない？え、ちょっと待って、結構エグいんですけど。あ、オッケーオッケーオッケー、上手上手。はい、オッケー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 。下でいいんだよね、下でいいんだよね、下でいいんだよね、行くよ。オッケーオッケー、いいんだよな。危なかったよ。これで多分音符禁止は終わりだとは思うんだよね。これで、ここからコインを取ったら即終了コースということで、コイン禁止コースは、普通にここはダッシュしていきまして、これでいいんだよな。で、P スイッチを押して、あ、コイン禁止あんまり長くないね。てか、めちゃくちゃ短かったな。これで終わりかい。これでまだね、まだね、ベストタイムがね、2分近くあったから結構長い感じのコースだと思うんだよね。これでとりあえず3つの禁止が終わりました。左向き禁止、音符禁止、コイン禁止が終わって、あとなんだ、アイテム禁止か？あ、まだコイン禁止続くわけね。ここはしゃがんでいきます。のジャンプ、オッケー、うまい！今のところちょっとヒヤッときたけど、うまいよ。これでまずまっすぐ行きますね。この程度だったら草地一発でクリアしちゃうよ。ねえ、ちょっと待ってね。これで、まだアイテム禁止が来て、あと何あ、ジャンプ禁止とかもありそうな。いや、ねえか。そもそも条件でついてないからジャンプ禁止は難しいか。これアイテム禁止来ますね。キノコ禁止でございます。オッケー。めっちゃ楽。あ、ここはチュートリアル的な感じか。こっからが多分続くみたいな感じだな。めっちゃクソ楽やん。え、め、楽じゃないよ。嘘。嘘嘘。あ、ペ、これ、ちょ、ちょ、怖いよ。このタイミングだよな。よしよしよし。怖かった。ちょっと待って。なんだこの形そもそも。けけけけけけけ。怖い。はい。怖い。え、無理よ。あ、ダッシュして、じゃーん。はい。おし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 。え、終わり。めっちゃ楽だったー。